このお寺は戦いの象徴を祀っているお寺です。さあこのボートでーす。アンパワーの水上市場をちょっと目が、ถ่ายตรงนี้ใช่ไหมเดี๋ยวพี่ถ่ายให้หนูก่อนแล้วเดี๋ยวหนูถ่ายพี่แล้วก็มีรูปอะไรอย่าลืมส่งด้วยたちにとってのリゾートとしてとっても人気がある場所です。たくさんのリゾートホテルが川沿いにはあります。パルルアンポーコン、ルアンポーコン、ワッパンカポン、ワッパンカポン、ワッパンカポン。はい、このお寺で上陸します。はい、アンパワーの水上ボートの途中でお寺に上陸して今からお寺の見学をします。お寺の名前、 What's the temple name? What's the temple name? はい、出家をする若い人の儀式みたいですね。込めて込めて、はい、出家のね、出家するばしたばっかりの。今日からお坊さんになります。出家をみんなで明るく送り出しています。はい、今日は。タイの伝統的な結婚式に参加させてもらってます。今朝の8時10分です。結婚式が始まる前にこうして皆さん集まって朝ごはんを食べるところから始まるようです。お粥ですね。クンヒデオです。ジン先生です。アイスです。タカラです。美味しい。カッチーです。山本先生です。中村です。Why? Why? Why? Why?
ินบ่อย He came from Japan. They came from Japan and speak Chinese, speak Taiwanese, Japanese, International. Sorry? International. Swai? Swai? Wow. Beautiful. Wow. はい、これが結婚式の飾りだそうです。これは生の花で作られた花の飾りですね。はい、これが結婚指輪です。それにしてもすごく細かく綺麗な手作りの花とか飾り、タイらしい、なんとなく綺麗な精緻な乗り物、カービングがタイでは文化でもありますので、それが生かされて綺麗な飾りになっています。わー、これも綺麗ですね。これも生の花で作られています。これは for money money。 あーあー、これすごい綺麗。素晴らしい。イエスイエス。素晴らしい。ムー。はい、豚肉が飾られて、これも卵で作られた甘い美味しいお菓子ですね。はい、でこのお菓子もすごくなんか凝った手作りのタイらしい綺麗な飾り風のお菓子ですね。それからおそらくお餅とかのお菓子類が綺麗な包みに包まれています。こうして朝早くから皆さん、とてもなんかあんまり勝ち気張ったという感じではなくて、和やかな感じで式が始まるのを皆さん待って、朝ごはんを食べながら待っています。式は9時から始まるそうです。ここはレストランを借り切ってのね、今日のお昼までの結婚式です。さあ、いよいよ儀式が始まるみたいです。親族の方や友人などが集まって行進をするのです。真ん中にいる茶色のスーツが花婿さんです。さあ、羽田が来ました。綺麗に飾っておられます。友達たち、男性は割とラフな格好ですね。